っちゃんです。この前ね、オフ会でね、視聴者さんからお土産をいただきました。広島からね、はるばる、奈良オフ会に来ていただいた視聴者さんがいててね、広島、マップルもみじ、あ、マップルじゃない、ごめん、メープルもみじ、フィナンシュ、もみじの国広島、楓の木っていうのかな、もみじ、いただきます。いただきました。はい。まずや、ありがとうございます。お土産いただいてね。早速ちょっと開けさせていただきます。おお、なんかね、広島ですごい売れてるの菓子らしいね。すごい食べて。メープルもみじフィナンシュ。もみまみたいな感じ。もみじのケーキみたいなの。まんじゅうじゃなくね。すごい。もみじの国広島、ありがとうございます。早速ね、いただきます。いただく前に手汚したからね、先紹介させていただきます。シュウ君からね、いただいた、ランボルギーニディアブロ、だってね、誰かランボルギーニディアブロ欲しい、ランボルギーニ買ってくれんかなって言ったらね、シュウ君からいただきました。で、これがね、またちょっとスペシャルでね、厚みのね、ディアブロは白やってんけどね、トミカのね、やつは黄色、白があったんやけど、白がなくなって黄色しかなかったんよっていうところでね、これ、ヘッドライトがね、厚み仕様に変わってんね。これはね、もともとね、リトラクタブルライトって言ってね、ライトパカパカって開くタイプやねんけどね、厚みのやつはね、ここがね、日産のフェアリディ Z、32Z のヘッドライトがついてる固定ヘッドでね、そんな仕様にね、全部作り変えてくれました。MY99、MY99 言うてね、普通のディアブロじゃなく99年モデルの顔に変えてあるのね、うちの、乗ってたやつはね、その仕様に、はい。ドア、シザースドア、あ、これ開くね、こんな感じ、開くねんけどね、これがもう開くんじゃなく固定ライトになってね、ヘッドが開かずにこういう風にね、ライトになってる周囲にね、そんな感じにね、ステッカーやってくれました。で、シダースドアがちゃんと開いてね、はい、ランボルギーニディアブロありがとうございます。飾っとこう、ちょっとね、うちにガレージないからね、寂しいのよ、飾っとこう、ありがとう。はい、で、ね、ランボルギーニディアブロをいただきました。ありがとうございます。はい、これね、ちょっとね、紹介しよう、なかなか紹介できへんかったね。将来的にね、トミカをいっぱい集めてね、絶版トミカをね、展示ケースに並べたいなと思ってね、いつかやる。メープルもみじフィナンシュいただきます。あ、もみじの形してる、ありがとうございます。いただきます。おいしい。すんごいしっとりしてんの。もみじまんじゅうとは全く違う。ケーキやねんね。ふわっとして。で、メープルがすごい効いててね。あ、おいしいやん。ちょっとね、周りがサクッとしててね。かしっとりしてんの。わあ、おいしい。初めて見た。ありがとうございます。今、子供が寝てるからね、また食っちゃう。いただきます。紅茶と一緒にいただきたいね。美味しかった。メープルもみじフィナンシュありがとうございます。すごいね、メープルシロップの香りがすっごいの。
美味しい。あのね、4年連続モンドセレクション金賞受賞、すごい、ありがとうございます。はい、ということでね、広島市メープルやから楓やね、楓の木。ありがとうございます。逆や、ありがとうございました。美味しかったです。ごちそうさまでした。宿根のディアブロ、ありがとうございました。はい、ということで、ね、ちょっと竜の横にねディアブロを展示しとこう。はい、で、今日はね、オフ会でいただいたの、紹介させていただきました。皆さんありがとうございました。遠くから来ていただいたりね、まあ、近く遠くいろんなところから来ていただいて、まあ、奈良県だけじゃなくね、大阪とか京都とか、広島とかからね来ていただいて本当ありがとうございました。はい、またね、いろんなところでオフ会できたんだけど、なかなかねちょっと今予算的なものと時間的なもので、ね、できへんくって、で今頑張ってねいろいろやっていきたいと思います。はい、でこれからもね、またオフ会も増やしていったりとかしていくんで、ぜひぜひ皆さんも楽しんでください。はい、では、はい、今回ね、来ていただいて、お土産までいただいて、本当ありがとうございました。では、またね、バイバイ。